ということで、テキストですと、7ページに、そのアルゴリズムの記述の、基本的な知識がありますので、そちらも参照しながら話を聞いてください。まず、アルゴリズムという言葉は皆さん聞いたことありますかね。多分どっかで聞いたことあると思いますが、そういえば、E テレ、NHK の E テレで、ピタゴラスイッチという番組がありますけれども、あそこに、アルゴリズム体操とアルゴリズム行進というのがありますね。あれは、非常に単純な動作ですけれども、こう、うまく組み合わせて、こう、いろんな人たちがうまい、ちゃんと動作するというのを見る上で、非常に、面白い気がします。ちょっとうちは子供が3人いるんですけど、まだ下の子は幼稚園と小学校入ったばっかしですから、まだピタゴラスイッチはしょっちゅう見てますが、あとアルゴリズム体操は結構いろんな有名な人も出てきて面白いですね。以前10年ぐらい前はサッカー女子のなでしこジャパンの選手の人たちが出て、でその直後にワールドカップでこう快進撃をしたりしたので、アルゴリズム体操も有名になったりしたことがあったみたいです。はい、でじゃあ話し続けますけど、でアルゴリズムというのは、厳密な定義っていうのはあるわけじゃないんですが、よく使われる定義としては、そのある入力式や値に対してある出力式や値を出力するための計算手順です。で、そのアルゴリズムに求められる要件というのが、これも厳密なものではないですが、よくこの分野でですね、認知されているものとしていくつかあります。で、一つ目は有限性と呼ばれる性質で、アルゴリズムは有限関連ステップで停止するということが求められます。で2つ目は厳密性と呼ばれる性質で、すべてのステップにおける動作が厳密に定められていると。だから、サイコロを振ってこう動作の方向を決めるとかっていうことはしないわけですね。で3つ目は入力のルールで、0個以上の入力値を持つ。だから4つ目は出力で、これは1個以上の出力値を持つということで、アルゴリズムは必ず何がしかの出力を行うものとされております。それからあと有効性が最後にいくんですけども、これは全ての演算が有限の長さで十分簡潔に行われると、そういうことも要請されております。でそのアルゴリズムの書き方っていうのもいろいろあるんですけれども、こういった分野の勉強ではですね、よく疑似コードというものが用いられます。でアルゴリズムはそのある特定のプログラミング言語で書かれることもありますが、ただ、より一般的なそのアルゴリズムの勉強をする際にはですね、これ読む皆さんがこういの使うプログラミング言語もいろいろ多岐にわたるでしょうし、あとはその直接プログラミング言語でアルゴリズムを記述しようとすると、そのアルゴリズムの本来の流れとは関係ないいろいろな処理を書かなければならない部分もありますので、そういったそのアルゴリズムの本来の説明に集中するという意味で、この疑似コードというのが用いられる場合がよくあります。で、ここでは、こういった形で疑似コードを書いていきますけれども、まず、アルゴリズムと書いて、括弧書きしてアルゴリズムの名前などを書いてですね、で、入力と出力の値、もしくは変数などを列挙します。それから、1番目の処理、2番目の処理ということで番号をつけて、処理を順番に記述していくという方法をとります。で、アルゴリズムの記法としてはですね、一応こういうものを用意しているんですけれども、まず変数として、これは数や式の値を保持するものです。ここですと、P とか Q とか U とか V とか W を使うことにします。それから、2番目に代入ですね。でこれは変数に数値や式を代入するんですが、これにはこの左向き矢印を主に使ってですね、左側の変数に、この右辺の
式や値を代入するということを表します。それから3番目は論理式です。でこれは真理値を返すということで、数学ですとその代入にこの統合を使う場合がよくありますけれども、ここのアルゴリズムの記述ではこの統合はこの論理的に等しいかどうかということを調べるのに使います。あとは論理式は他にも P かつ Q を表す AND ですとか、それから Q でない、W でないと表す NOT といったような記号もしくは演算子も使うことにします。それからあと最後にリターンなんですけれども、これはアルゴリズムの値を返して、そこでアルゴリズムを終了するということを意味することにします。例えばここにありますようにリターン P というのが書かれていたら、この時点で P という変数に代入されている式もしくは値を返して出力してアルゴリズムを終了するということを表します。はい、で、まあ、ちょっと今日はもう少しアルゴリズムの内容が盛りだくさんですけれども、まあ、あとアルゴリズムの制御コードについてちょっと紹介しておきます。でまず最初に逐次というのがあって、それから2つ目が選択が3つ目が反復と呼ばれる制御構造をここでは導入しておきます。で最初にこの逐次という部分ですけれどもこれは上から順番に処理を実行するということを表しております。で、まあ、分1とか分2にまあ数式ですとか、それから代入ですとか、いろいろな操作が書かれていて、それを各文をセミコロンで区切ることによって、上の文から1文ずつ順番に実行するということがあります。これが処理の一番基本ですね。で、次が選択と呼ばれるもので、これは例えばある式がある条件を満たしたら、これを実行する。そうでなければ、また別な処理を行うといったような、まあ、そういう書き方をですね、処理を指示する場合に使います。で、よくこれ、if という文で使いますので、まあ、if 文というふうな呼ばれ方をします。で、まず最初に ifα 全というふうに書いておきまして、この α というのが論理式なわけですね。で、この α が真か偽かを先に判定して、まあ、α が真ならば、その if、その2番目にある β というこの文のブロック、まとまりですけれども、ここを実行します。で、下の方にこの緑で囲った箱を書きましたけれども、もし α が偽ならばっていう処理を付け加えることができます。この文は else と書いて、その下にまあガンマという文のブロックを入れておきます。そうしますと、もし α が偽ならば、このガンマの部分を実行するということにします。一応この授業では、もし α が真だったらっていうのを表すこの β のブロックは必ずつけなければなりませんけれども、else の方ですね、α が偽ならばっていう部分はまあつけなくても良いことにします。いいでしょうか。で、3つ目が反復と呼ばれる制御で、これもやはりそのある条件を満たす間、そのある処理を何回も繰り返すということでよく用いられるものです。で、その中でも特に、for で始まる for 文と呼ばれるものがよく用いられるもので、まあ、ここで取り上げておきます。で、ここでですね、この α がやはり論理式なんですけれども、こちらにありますような書き方をしますが、まあ、i が、m から n のに属すると。で、これ m 点々 n っていうのは、m から始まって、n までの整数をこう列挙したものなんですけれども、だからこの場合は都度 i が m 以上 n 以下の時っていう意味ですね。でこの時にそのここにありますように i を m から1ずつ増やして n になるまでベータを繰り返すと、すなわち、もしここでこういう for文でこの α としてこの i こういう表記がありましたら、まず i を m と置いてベータを実行して、で、i を m プラス1として、ベータを実行してっていうのを繰り返していって、最後に i が m、i を m として、ベータを実行するまで繰り返します。
それから逆にですね、これもう一つこういう表記も導入しますけれども、M、あ、そうか、これは、そうか、M、この M と N の代償関係なんですが、これは、M が、N 以上の時ですね。だから、M と N の代償関係で、M が、N の方が M 以上の時には、こう、I を増やしていきますし、逆に、M の方が N 以上の時には、I を減らしていくという操作を表します。